皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、どうもご視聴ありがとうございます。またちょっと時間が空いてしまったんですけれども、今日はですね、またジャンク品の購入品紹介をしたいんですが、はい、こちらですね、こちらがですね、オムロンの体スキャンという、まあ体重と、まあ、体脂肪率を測ったりする、まあ、体重計なんですけれども、こちらがですね、2004年のモデルなんですけれども、当時の多分これが一番上のモデル、フラッグシップモデルなのかなと思うんですけれども、こちらリサイクルショップで、はい、こちら通電×ジャンク100円ということで、まあ、売られてたんですけれども、まあ、当時のフラッグシップモデルということなんですけど、通電負荷っていうのは何でかっていうと、まあ、この体重計の裏側を見ますと、ここにこれ電池ボックスがあるんですけど、これを開けますと、はい、電池ボックスの中分かりますかね、ここらこの電池のバネ、これ思いっきり錆びてますよね、はい。まあ、これはあの電池を長時間入れっぱなしにしておくと、まあ電池が液漏れしちゃいますので、その液漏れによってこの、バネが腐食しちゃって、で、まあ、バネがほとんど残ってないですね、この下の部分ね。で、こっちは残ってますけど、まあ、今にもちぎれて折れそうな感じですね、はい。で、まあ、こういった機械で電池駆動でってことになると、この液漏れによってこの中の基板までねやられちゃって、もう完全に動作がしなくなっちゃうっていうこともあるんですけど、まあ、これに関しては幸いのことに、この電池ボックスがその基板の下ですから、まあ、この電池のバネだけ錆びて、で、中の基板は全然大丈夫なんじゃないかなと思うんですね。なので、このバネを交換するか、あるいは何らかの方法で、このバネを付け足して、で直して通電するかどうか、ちょっとチェックしてみたいと思います、はい。まあ、動画撮る前にですね、一応電池入れてみたんですけど、やっぱり動かなかったんで、まあ、これは通電×っていうのはまあ間違いないと思います、はい。で、まあ、売られてたのはこの体重計単体で、まあ、体スキャンの特徴としてはこれを外してですね、こういう感じで外して、こう前に掲げる感じ、この持ち方は逆ですけど、本来はまあこういう感じで両手で持って、測るというものなんですけど、まあ、この体スキャンっていうのは、最近の新しいモデルだとスマホとつないで、スマホで、体重管理なんかしたりすることができるんですけど、まあ、これ2004年なので、まあ、当時はまだガラケーの時代でしたから、この当時は、パソコンとつないで、この体重管理とかができたようなんですけど、この体スキャンはどうやってパソコンとつなぐかっていうと、この手に持つところのこの裏側にこうへこみがあるんですけど、まあ、本来はここにですね、歩数計がはまってて、歩数計とパソコンを確か USB ケーブルかなんかでつなぐことによってこの体重管理ができたんですけど、まあこの中古品にはまあその体重計はちょっとね欠品しちゃってたんで、まあパソコンとのこう接続っていうのはできないんですけど、まあ少なくともこの体重計自体がその、まあ、機能を果たすかどうかっていうのをね、ちょっと調べてみたいんで、ちょっと直してみたいと思います。じゃあひとまずですね、こいつを軽く分解していきたいと思います。体裏返すと、このゴム足のそばに2本ずつそれぞれこうネジがあるので、このネジ合計8本を外していきます。さあ、ではこの裏蓋を外します。
内部の構造的にはね非常にシンプルなもんで、まあ体重を感知するセンサーが入ってるのと、ちっちゃい基板があるのと、まあさっきの電池ボックスがあるっていうだけですね。まあほぼメカのメインっていうのはこのこちら側にあるので、こっちは本当にシンプルなものですね。で電池ボックスのまずここにちょっと、金属の黄色のが見えると思うんですけど、これがあの、電池の端子の反対側なんで、これがあの端っこがこう折られてて、外れないようになってるんですけど、まずはこれをですね、錆びてるやつだけ外しちゃいたいと思います。はい、というわけで、電池の端子が外せました。あ、見事に錆びてますね。はい、裏まで結構錆びが入っちゃってるんで、まあ金属的にもうダメになっちゃってるかもしれないんですけど、まあこっちも、あ、そうですね。はい、で一応この錆びてるところをちょっと削ってですね、導通がよりしやすい状態にしていきたいと思います。はい、ひとまず端子の目立つサビは落としたんですけど、まあこの状態で、導通してるかどうかはまずこのテスター使って、チェックしてみたいと思います。はい、ひとまず導通はしてるようなんですけど、まあそもそもこのスプリングがですねかなり劣化していつ折れるか分かんない状態なんですけど、まあ、とりあえずこれで元に戻して、通電するかどうかチェックしたいと思います。はい、というわけで見事通電したんですけども、なんか ARER なんか多分エラーを起こしてんですね、これね。 ARER2 番ってことなんで、ちょっと取説で調べてみたいと思います。はい、こちらにですね、取説をメーカーサイトからダウンロードして、プリントをしてきたものがあるんですけど、さっき出てた表示はですねエラーじゃなくて、まあよく読みではね、ここ ARER じゃなくて AREA、 つまりエリアですよね、これね。で取説を見ますとね、こちらエリア地域を合わせると、まさしくこの表示ですよね。はい。というわけで、エラーが起きてるんじゃなくて、これは初期設定をしてくれっていう表示ですね。はい。じゃあ、ざっくり初期設定やってしまいたいと思います。はい。じゃあ、早速測ってみたいと思います。で、この下のところにあるのが電源スイッチなんで、これを押すと、はい。今、CAL って出て、この 0.0 になったんで、この状態で、体重を測る感じですね。はい、というわけで測定終わりました。あ、これが私の現状です。体重が 106.8、 基礎代謝が 2139kcal、筋肉率 29.2%、 体脂肪率 31.6%、 BMI 32.6、 内臓脂肪レベル19、体年齢62歳。もう出す言葉がありませんね。はい、というわけでこちらの体スキャン、2004年製の多分フラッグシップモデルなんですけれども、このようにですね、はい、通電させて、体重計として復活させることができました。まあ、復活したことでですね、まあ、知りたくない現実も突きつけられてしまったわけですけれども、
まあね、これ、まだまだ使えるかなと思うんで、使いこなしていきたいなと思います。まあ、本来はですね、パソコンとつないで、体重管理するのが、まあ、この機械の目的なんでしょうけど、まあ、わざわざの歩数計を買ってまで、やるようなことじゃないかなとは思うので、まあ、このまま使えるだけ使っていきたいなと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。